はい、えー。皆様、こんばんは、えー。今日は2021年4月の24日土曜日の、えー、ボギーチャンネル。私、サイの、ボッキー、デドコンでございます。今日の南の島、やはりね、あの、足の遅い台風の、まあ、余波というか、そういったもんで、 雨が降ったり止んだりしておりました。海の方は結構大荒れでございまして、あまりね、こういう時には海には近づかない方がいいかな、なんてね、思ったりするような荒れっぷりでございました。しかし、こんなに離れているのにね、ね、えー、天気大荒れとは結構大きな台風だったんだな、というふうにね、私は思っております。 さて、えー、今夜のボギーチャンネルも、し、え、ょ、ー、っぱなからちょっと食べ物のお話ということでございまして、食べ物でございます。さて、これは皆さん何だと思いますかこれ。生子ではありませんよ、これ。生子ではございません。さあ、皆さんのところにもこのような食べ物はあるんでしょうかね。さて、この食べ物。 名前がですね。<laughs> 名前がですね。なんとぅと言います。なんとぅ。ゆうさんなかなか鋭いですね。はい。ゆうさん結構いい線ついております。え、ムーチーがですね。えー、もち粉と、あと、えー、紅芋の粉やね。えー、それを使って、あと黒糖を使って、えー、月頭の葉で蒸したものがムーチーになりますけど、 これはですね、なんとーと言います。なんと実はこれ、餅、粉にですね、なんと赤味噌が入っているんですよ。餅粉に赤味噌と砂糖と、それから、えー、生姜が入っておりまして。これ、あの、実は沖縄ではね、まあ、縁起物の、まあ、お餅なんですけど、 皆さんのところでお餅にお味噌が入ってるってなりますはい。赤味噌なんですよ、これ。赤味噌がもち粉にね、あの、練り込まれておりまして、はい。赤味噌の色でございます。スッチーさん。これね、ところがもう赤味噌が入ってるお餅だから、とんでもね、味だろうなんてね、皆さん思うかもしれないんですけど、これがね、もう、美味しいんですよ、これが。とっても。 いやね、ただ、甘いだけの餅と違って、やはりお味噌のコクというんですかね。それが、あの、ミックスされておりまして、プラス、えー、この、カーサ、いわゆるゲットの葉のほのかな香りもね、えー、ミックスされまして、非常に美味しい。これ、もう、甘いだけのお餅ではないです。甘くもあり、 ほんのり塩味もする、味噌の香りもするね、本当にいくらでも食べられるお餅でございまして、これね、うかつにね、食べると本当に食べ過ぎちゃうぐらい美味しいお餅でございます。まあ、このなんとという意味なんですが、これはあの、いわゆる年頭ですね。はい、年頭。つまり、年の初めに、 食べる縁起物の餅ということでございまして、この念頭がなんとぅになっているんですよね。はい。森の都さんのところでは、柏餅に甘いね、白味噌が入ってるものはありますということなんですけど、これ思いっきり赤味噌がね、混ぜ込まれておりまして、もう全体的にこういう色になっておりまして、 まあお店によってね、味の方はやっぱり色々違ってくるんですけど、基本的に甘さは控えめ。ほんのり甘くてほんのり塩味で、そしてお味噌のね、えー、この味わいがね、もう口の中にいっぱい広がるということでございまして、なぜかアクセントで、えー、ピーナッツがくっついてたりするんですけどね。まあこれあのー、 年の初めのね、縁起物のお餅なんですけど、沖縄では結構年から年中売られておりまして、あの、これもね、沖縄に来た時に、えー、お土産品店には絶対にありません。これは。地元のスーパー、例えば三栄さんとか、そういったところに行くと、お菓子売り場のところにひっそりと 目立たないように佇んでいるんですが、一度食べてしまえばですね、なんじゃこりゃっていう感じでね、二、えー、つ三つ買って帰りたくなるような、そんな味のお餅でございます。まあ皆さんのところでは滅多に見かけない、このようなね、赤味噌入りの餅。まあ沖縄ではポピュラーなね、えー、縁起物のお餅でございますが、えー、ぜひまたね、今のチャイナウイルスが、えー 過ぎ去ってですね、みんなでまた沖縄に気軽に、ね、来れるようになったら、本当に安い時には、そうですよね、2泊3日でレンタカーついて2万ちょっとで来れたんじゃないですかね、沖縄には。まあ、そんなね、また時が来れば、ぜひ、こういった、あの、沖縄独特のものをね、 味わってみるのもいいと思います。さて、沖縄フリークのカータンさん、さすがでございます。やっぱりね、そっちを来る人はわかるんですよ。お土産品店じゃなくて、地元のスーパーに行っちゃうんですよね。わかる人は。あと、地元の道の駅とか、そこに行きますと、お土産品店にはない、本当の地元の食べ物があったりしまして、それって非常にいい。 感じでございますよ、まあ沖縄のコンビニに行くとね、ボンカレーなんかは、本土のとは違ったパッケージのやつ、何十年も前のやつがそのまんま売られていますしね。あと沖縄ではやっぱり食堂巡りも面白いです。あの、いかにも観光客向けのね、えー、沖縄料理店も悪くはないんですが、やっぱり地元の方々がね、 あの、通い詰める地元の食堂に行くと、思いっきりね、沖縄な料理がたくさんありますんで。はい。いやー、さ店長もなかなかコアなもの知ってますよね。お飲み物のミキもございますということで。<laughs> そうなんですよ。ミキっていうのもあるんですよ。はい。あの、なんか女の子の名前みたいですけどね。ミキというのがあります。 それも非常に美味しい黒糖味と、えー、黒糖でない味のやつ二通りあってどっちも美味しいんですけどね。はい。まあぜひ沖縄来た時にはお土産品店に行ってね当たり気のもんあのー、買ったり食べたりするんじゃなくてやっぱり地元の人たちのねあのー、生活に密着してる地元のお店に乱入しましてそこで思いっきり地元のものをね 探すとのもいいですよ。野菜だったらやっぱり、島唐辛子に、島らっきょうにね。はい、島ニンニクに、ニラですよ、ニラ。ね。沖縄のニラですよ。それですよ、やっぱり。はい。島らっきょう、島ニンニク島唐辛子にニラ。なーんかみんな匂いそうなものばっかりなんですけど、結構楽しめると思いますよ。えー、ぜひね。 沖縄に来た時にはこういった地元のものをね是非またあの楽しんでいただきたいなと思いますそれから桜チェリーブラッサムさんからやはりお土産品店はあくまでも観光客向けということでございます佐き店長は幹が大好きということで私もねあれ疲れてる時に飲んだら美味しいんですよねあのとろっとしたね喉越しそして優しい味わいがね 何、うん、て言うんですかね、米の味がするっていうのか、なんかおかゆのような、なんか非常に安尿な味がいいんですけど、一度はやっぱりね、あの、翔猿あたりにしばらっきょうスムージー作って飲ましてみたいなと、私は思っていますけどね、翔猿どうですかね、しばらっきょうスムージー。それにグワバを足してね、クワの実を足して、 エンダーのルートビアで割ったらどんな味になるんだろうかなんて考えてしまいますけど、あまり想像しない方がいい感じでございます。その前にまずは地元のね、地形仮面くんあたりに味見してもらった方がいいのかななんてね、思っております。さて今日も前置きでかなり話が長くなりましたけどね。はい、長くなりましたけど、 明日がね、ちょうどあの、うるま市の、えー、市長選挙と、えー、市議会議員補欠選挙がありまして、今日も一日中すごいね、あの、走り回ってみんな頑張っておりました。まあ、簡単に言えば、えー、反戦平和、えー、辺野古新基地反対というね、薄汚い反基地イデ,ロイデオロギーをね、ね、えー、返済不要の、いわゆる、はい、 奨学金とか、あと、一世帯当たり10万円配りますよっていう、そういったね、ばらまきで、あの、覆い隠した、オール沖縄共産党の候補か、それとも、やはり、えー、責任政党、はい、えー、政府ともね、きちんとしてやっぱり、話ができる、責任政党から出た、えー、候補者かっていうことで、感情か、それとも、 具体的政策かということでね、勝負になると思います。さてまあ、オール沖縄の方はね、自分が市長になったら、市長の給料50%減額しますなんて言ってるけど、市長の給料50%減額したってね、一般市民の生活何も良くならないんですよ。どうですか皆さん。ね、市長の給料半額にしますかなーってつって。 イエーイってやる人いるんですか半額にしたらじゃあ私たちの生活が良くなるんですかねいや全然なりませんよ。私はね、やっぱり市長の給料っていうのはね、いい給料取っていいと思います。ね、減額する必要もない。その代わり、きちんと市民のために仕事をやれよなということなんですよね。市長の給料を減額するのが市長の仕事ではないわけ。 なんです今桜チェリーブラッサムさんが「パフォーマンスにしか過ぎない」なんて言っておりますけどまさにその通りでございまして選挙に勝つためだけのパフォーマンス、まあ、それにね騙されてしまう市民がいるのは、まあ、否めないことでありますがやはりネットをね駆使する世代はこういったのをきちんと見抜いておりますただしかしそういった世代は、えー、なかなか投票に行かないっていうのが非常に私は うーんと思っちゃったりするんですけどやはり若い世代がね振り向くような魅力ある政策をねあのー、やはり保守側もどん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 提言していかないといけないんじゃないかなと思います今までのような当たり気の政策をねもう本当の同じことの繰り返しで言ってたって誰も振り向きませんそうじゃなくてやはりね思いっきりちゃぶ台をひっくり返すぐらいの衝撃ある あの政策をね立てるっていうのが大事かなと思います。秀樹さんからどっちが優勢ですかというふうにありますけど、えー、現在のところ、えー、互角かオール沖縄共産党の方が頭一歩出ているかなという感じでございます。もともとねここ、あのー、保守の地盤だったんですけど 玉木デニーもこの辺り出身なんですよね。今の知事もね。そしてさっきの、えー、この衆議院選挙。はい、沖縄3区の補選でも、オール沖縄共産党がまあ勝っているわけなんですけど、非常にそういったところから見て楽観視はやっておりません。ただね、 あの今回の選挙私がちょっと残念に思うのは保守も革新ももう選挙違反やりたい放題っていうのがちょっとねまあ、大きなあのローカルに行けば行くほどそういった昭和の選挙が残っちゃったりしているんですけど今回も例外にならない例外に漏れずにねもう両陣営やりたい放題。 公選法特区がまかり通るということでございまして、まあ本当に私ねいつまでたっても沖縄選挙っていうのは良くならんななんてね思っております。まあでもこういったことをしなくてもやっぱり若者たちが関心を持つような具体的な政策をね、えー、保守側はどん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 提起していくべきであり、そのためには今までのね既、えー、定路線やね概念にとらわれない。 新しいやはり価値観から、そしてね、今まで、ね、下手するとオール沖縄が言ってたようなことをね、逆に自民党が言うような、ね、まあ悪く言えば本末転倒、そしていいように言えばね、前例にとらわれない新たなチャレンジという、そういったふうにね、やらないといけないかな、なんてね、思っております。まあ中佐からは、 公選法を指摘したら同う喝するのもいるということなんですけど確かにそういった人たちもいます残念なことにねはいそして選挙を戦っている陣営のねスタッフ自体が、えー、この違反であることをわからない人たちがいっぱいいるんですよ まあ、さっきの争いのね市議会議員選挙でも私の同級生が出馬しておりましたが選挙違反について全く知識がなかった、まあ、よくねこんな公選法の知識もないまんま選挙を戦えるなというふうに私とっても不思議に思ったんですけど、まあ、沖縄の、まあ、政治家っていうのは公選法のことをきちんと知ってるっていうのは本当に数少ないですね、まあ、那覇で言えば大山隆夫ぐらいじゃないかと 思っておりますが、まあ、その他の方々、やはり、えー、多少にね、まあ、よって違うとは思いますけど、まあ、何らかの違反はしてるということでございまして、まあ、次に来るのはもう、那覇の市議会議員選挙、非常にね、大事な選挙来ますけど、それの時にはまたね、この、大山こと大山隆を思いっきり応援して2期目ね、 また押し上げてやらんといかんかななんてね私も思っております、まあ、前回の選挙で私もマイクを握りましてあの一生懸命外旋活動をねさせていただきました今回もね時間を合わせて、えー、大山隆夫のねお手伝いしてあの思いっきりまたね持ち上げていかないといけないなと思っておりますがまあいかんせん沖縄ではメディア自体が オール沖縄共産党の味方なんでね。まあ、ただ私はあの最近からオール沖縄とは言いません。オール沖縄共産党、はいえー。オール沖縄の正体は共産党ということでございまして、それに社民党、社大党が小判ザメのようにね、すり寄っているというのが沖縄の現実でございます。ですからオール沖縄 っていうのは共産党のね薄汚い姿を隠すベールでありそれをねやっぱり気づかせるためにオール沖縄共産党ということでございましてねはいそれをはっきり言わさせていただいておりますさてまあこのね今回のオール沖縄共産党側の候補者まあ市議のね、えー、テレアさんという市議の女性の方のところで私ちょこっと書いたんですけどね この公約について、嘘言ったらいけませんよ。あの、公用車なんて、あの、ありませんよ。市長専用の公用者なんてないですよって言った途端に、ブロックしましたからね。まあ、ほに都合の悪いことはブロックして、こちらがね、何も言えないことをいいことに、デマだ、デマだって言って言い張るのがあちらのやり方でございますが、まあ、でも、本当に分かる人は分かるんで、ね。 そして今ネットの中でもこういった情報というのはどんどんやっぱり仕入れられるようになってるんでこれからもねまあ明日投票日なんで今日の夜12時まではあの街頭での呼びかけはできませんけどネットなどでのお願いはできますからね私もできる限りのことをやってうるま市の正常化のためにね一肌脱いでみようかななんてね思っております。 カーターンさん、共産党の隠れ身の社民党、社内党ということでございまして、はい。ラプテンさん、あっちお得意、ブロック積む積む、そうですね。ブロック積んで捕まったやつもいますからね。まあ、知事自体がブロックするんで、はい。で、あの、屋良智博さん、衆議院3区の、ね、補選で勝った矢田智博さんも、 あなたオスプレイを燃やしてどうのこうのって言ったじゃないかって言った途端ブロックしましたからねいや本当にあちら系の人たちって事実を突きつけられるとすぐブロックしちゃうのがちょっと残念なところかなというふうにね私は思っておりますただね明日の選挙、えー、実はね私非常に重要視しておりますなぜかというと、まあ、私の考えている構想の中で ウルマ市というのはこの沖縄の基地再編の中でね、一番重要な役割を担うところなんですよね。ですからここがやはりオール沖縄共産党になると、やっぱりよろしくない。だからこそ今回の選挙はね、中村さんっていうやはり保守系の候補者にね、勝っていただいて、将来的に 私の描いているグランドデザインの、ね、中に、うるま市も組み込んでですね、えー、沖縄の、えー、20年後、50年後、100年後の絵をね、私描いてみたいと思っております。まあ何でも反対ではね、何もやはり進まないと思っておりますし、 今のオール大きな共産党のようにね、反基地イデオロギー成就が目当て、そして基地反対をすることによって基地の固定化をね、えー、導き出し、結果的に不天馬馬音訴訟のようなものをね、何度も提起し、えー、国の方からお金をむしり取る。こういうえげつないやり方っていうのは良くないと思いますけど、私はね、 思ってますけど、皆さんどうお考えでございますかね。はい、ということで、えー、今日はちょっと時間は早いんですが、うるま市の選挙、ちょっと今からまたウォッチいろいろやらんといかんので、えー、ちょっとね、えー、失礼させていただきますけど、はい、カータンさんが懐かしいことはピトゥールピキ、ムールピキピキって意味がわかんない暗号でしたけどね。 はい。今日はこのあたりで失礼させていただいて、ちょっと選挙のお手伝いをね、してみたいと思います。なお、今夜22時と23時半から、あの、YouTube のプレミア公開があるということで、お時間のある人はまた、ぜひ遊びに来ていただきたいと思っております。それからぜひ沖縄来た時には、このなんとなんとお土産品店塗ってません。スーパーとかに行ったら大体あります。なんとをまず買ってですね、 頬張ってください。最初は恐る恐るかもしれませんけど、噛めば噛むほど、なんだこの餅はと、うめえじゃねえかっていうことで、結構癖になる味だと思いますんでね。まずはまずまず食べてくださいね。ということで、えー、今夜の放送、<laughs> セイラさん、笑わす。<laughs> 生に <laughs> はい。ということで、えー、今夜の放送、これにて、えー、はい、終了させていただきます。では皆さん、明日また同じ時間にお会いしましょう。ありがとうございました。